きげんよう、アポです。今年も残りわずかとなりました。今回は冬休みにおすすめの映画を紹介していきます。冬休みは様々な過ごし方があると思いますが、私の場合、お雑煮を食べながらゴロゴロダラダラと過ごしてしまいます。そこでぐうたらの達人アポは、1、のんびりと見られる。2、家族や友人とも安心して見られる。3、冬休み明け頑張ろうとなれる。そんな映画を紹介していこうと思います。すべて学生さんにも大人の方にもおすすめできる作品です。それでは早速紹介していきます。1つ目の作品はインスタント沼です。非科学的なものを全く信じず、自分の意地の重さで沈んでいることに気がついた主人公花芽は、担当する雑誌の廃刊、母親が池に落ち昏睡状態、行方知れずだという実の父らしき人の捜索を通じて、さまざまな人と出会いながら自分の人生を素敵にしていくお話です。6日に最終回を迎えてしまった帰ってきた時効警察でおなじみの三木聡監督作品です。キャストも主演の麻生久美子さんや伏瀬恵里さん、江口紀子さん、岩松亮さんと三木組が揃っています。他にも松坂慶子さんや長谷亮さん、風間森夫さんらが出演されています。時効警察ロスな方にもおすすめです。去年放映されていた音量を上げろタコ、何歌ってんのか全然わかんねえんだよとは違い、ほのぼのとした感じのコメディです。摩訶不思議な絵本っぽいストーリーに散りばめられたシュールさ、私の一番好きな骨董屋さんに行くシーンがあるのですが、面白すぎて今でも思い出し笑いをしてしまいます。最後の主人公のセリフがとびきり可愛くて好きです。冬っぽさは全くないのですが、のんびりと見られて元気が出る作品だと思います。見た後心が軽くなります。次に紹介する作品はリトルフォレスト冬春です。一度都会に出たが自分の居場所を見つけられず、東北のとある村の中にある小さな集落に戻ってきた主人公一子は、生きるために食べ、食べるために作る、美味しいものをもりもり食べて汗への充電をする、春夏秋冬のほぼ自給自足の暮らしが描かれています。原作は今年公開されていた怪獣の子供の五十嵐大輔さんの漫画リトルフォレストです。監督は見えない目撃者や重力ピエロの森純一監督です。夏秋と冬春の2作品があります。冬休みなので冬春をおすすめしますが、ストーリーは夏秋の続きとなっています。なんといっても主人公が作る料理が美味しそうで、見ているとお腹がギルギルとなってしまいます。今度映画に登場する美味しそうなものを作ってみようと思います。橋本愛さん、松岡真由さん、三浦貴大さんと演技派が揃っています。登場人物が少ないのですが見応えがあります。寒いのが苦手なのですが、小森の雪を見ているとこのくらいの寒さで根を上げていては情けないと背筋が伸びます。とても丁寧な暮らしが描かれています。地に足をつける生き方をしようという気持ちになれます。また物語で春が来るので次の季節も楽しみになるかと思います。次に紹介する作品は3月のライオンです。中学生でプロ棋士としてデビューした主人公桐山麗は、家も家族も居場所も何もなかった東京の下町に一人で暮らし、隣町に住む三姉妹と出会う。その出会いからだんだんと彼が棋士としても人としても成長していくお話です。原作は蜂蜜とクローバーなどの海野千佳さんです。監督を務められたのはルローニケンシンなどの大友啓史監督です。大友監督なのでままならない感情をきちんと描きつつ綺麗にまとめられています。来年の夏公開されるルローニケンシンも楽しみです。将棋が好きな方もあまりわからない方も同じように楽しめる作品だと思います。
2017年に公開された本作では中学生役を24歳の神木さんが演じられています。持ち前の演技力で役との年齢差をカバーし、中学生にしか見えません。染谷翔太さんの特殊メイクも話題になりました。私は染谷翔太さんのファン、通称染谷印象なので、施された特殊メイクと神木さんとの再演で胸アツでした。この作品は美男美女揃いです。まず美男から、主人公の神木隆之介さん、それから加瀬亮さん、高橋一生さん、中村智也さん、佐々木蔵之介さん、伊藤秀明さん、豊川悦司さん、伊勢谷友介さんと、年齢もタイプも違う様々な男前が勢ぞろいです。和装姿も見どころです。続きまして、美女は倉科カナさんに清原果耶さん、有村架純さんと、登場する女優さんは少ないのですが、とても華やかになっています。また新海誠監督の娘さん、新津千世ちゃんも出演されています。後編の主題歌、藤原さくらさんがカバーしたスピッツの春の歌も私はすごく好きです。誰かのために頑張ろうと勇気の出る作品です。前編後編ありますので、まとめて見るもよし、のんびりと別日に見るもよし、はたまた一つだけ見るもよしです。以上、冬休みにおすすめ映画でした。今回も全ての作品が Amazon プライムにてプライム作品となっています。また3月のライオンは BSNHK にて24日13時から前編が、25日13時から後編が放送されます。今回も含め今まで邦画のみ紹介してまいりましたが、次回は洋画の特集を組もうと考えております。最後までご視聴してくださりありがとうございました。次の投稿は来年となります。皆様1年間お疲れ様でした。良いお年をお迎えくださいませ。